皆さんこんにちは。女子サッカー界ではアイドルみたいに可愛いと評判だった小原ゆりやさん。小原さんは十和田市北園小時代の9歳で、サッカーを始め中学生時代は青森県内のサッカークラブ五ノ江町スポーツクラブでプレーしました。中学校卒業後は宮城県に渡り、常盤木学園高校に入学してサッカー部に入部し、全日本女子ユース3連覇を果たすなど様々なタイトルを獲得しました。2009年にはアルビレックス新潟レディースに入団し、同時に新潟医療福祉大学憲法科学部にも入学されています。その後 U19 日本代表に選出され、中国で開催された U19 女子選手権2009では3試合に出場し1得点し、日本代表チームの優勝に貢献しました。2010年には U20 日本代表に選出されて FIFA U20 女子ワールドカップに出場しています。2014年には AFC 女子アジアカップに、なでしこジャパンに初めて招集され、一次リーグ最終戦のヨルダン戦に先発フル出場して代表デビューを果たしました。今回はそんな小原ゆりやさんの面白エピソード50選をご紹介します。1、誕生日。たくさんの祝福を受ける誕生日は何歳になっても嬉しいそうです。でもチームの平均年齢をかなり上げてしまっていることは申し訳ないと感じるそうです。2、現役の方が楽。現役引退をしてからはコーチを担当されているそうです。コーチ業は思っていたよりも難しく、現役時代の方が全然楽だったそうです。3、サッカー一筋。幼少期は他のスポーツには目もくれず、サッカー一筋でやってきたそうです。4、お兄さん。サッカーを始めたきっかけもお兄さんの影響からだそうです。女子サッカーあるあるで、お兄さんの影響でサッカーを始めた選手は多いそうですね。5、仕方なく陸上部に。陸上は本当はしたくなかったそうですが、何かの部に所属しなくてはいけないので仕方なく陸上をしていたそうです。サッカーはどうしても続けたくて、何とかクラブチームで活動できたそうです。6、青森は快適。地元の青森は夏でもクーラーがいらないくらい涼しい地域ですが、社会人で関東に来た時の暑さは異常に感じたそうです。暑さに弱くて毎日フラフラになりながら走っていたそうです。7、走り込みが嫌だった。強豪の常盤木学園高校ではめちゃくちゃ練習が厳しかったそうです。特に走り込みはヤバすぼで、今でも笑えないくらい厳しかったそうです。8、喧嘩勃発でリブスが裂けた。高校時代は練習から真剣勝負でやっていて、チームメイトと喧嘩が勃発していたそうです。お互い引っ張り合いで服の上に着るリブスが割れることがあるくらい激しかったそうです。9、高校時代の先輩が怖い。先輩で数人怖い人がいたそうです。今ではその方と普通に喋れるそうですが、当時は理不尽なことだらけだったそうです。10、熊谷幸さん。常盤木学園高校時代のチームメイトで、なでしこジャパンの主将である熊谷さんとは特に仲が良いそうです。熊谷さんは実は優等生で、勉強がよくできる方なんだそうです。高校入試前にチームメイトと集まった合宿では、英語を教えてくれ入試に合格できたんだそうです。11、同期とバカ騒ぎ。常盤木学園高校時代の同期は今でもかけがえのない存在なんだそうです。集まった食事会ではお店に5時間くらいいたそうですが、とにかく食べて個室じゃないオープンなところでバカ笑いしていたら店から少し注意が入ったそうです。12、内股同盟。小原さんは美人選手として有名な亀島さんに代わる仏材として日本代表で期待されていました。小原さんも亀島さんと同じで内股になる癖があるそうで、よくみんなにいじられていたそうです。13、金塊チャレンジ。新潟県の金山資料館に金塊チャレンジという 12.5 キロもある重たい金塊を30秒以内に片手で掴んで取り出すゲームがあるらしいのですが、成功したにもかかわらずこの凄さが全然伝わらなくて、かなりショックを受けたそうです。14、ああやったな。膝前十字靭帯の怪我をしてしまった時に、周りにいた先輩たちはああやったなって落ち着いて対応してくれたそうですが、小原さんはこれからどうなるんだとテンパっていたそうです。当時は先輩が怪我に対して焦らない対応には、私のこと心配じゃないのと疑問に思っていたそうです。15、ルーティン。小原さんが試合前に必ずすることはピッチを触ることなんだそうです。ピッチを触るのは1怪我をしないように祈る、2試合に勝てるよう祈ることが目的で、いつしか自然と行うようになっていたそうです。16、長友佑都さん。小原さんの憧れの選手は男子日本代表の長友さんだそうです。
小原さんからしたらあのスタミナは人間じゃないそうです。17、座右の銘。小原さんの座右の銘は継続は力なりです。大怪我を負った後に懸命なリハビリを経てまたピッチに戻ってこれたのは地道なトレーニングを日々頑張ったからだと自負しています。18、サッカーをしていなかったら主婦。サッカー選手でなかったら主婦をしているそうです。サッカー以外は何も自信がないそうです。19、セレブコンダしたい。将来の夢はセレブコンダそうです。お金持ちのイケメンを探しています。20、岡田准一さんが好き。小原さんの好きなタイプは俳優岡田准一です。イケメンしか目に留まらないそうです。21、犬を飼いたい。小原さんはどうしても欲しいものがあります。それは犬が欲しいそうです。理由は彼氏ができないので帰宅した時に寂しいので誰か家にいて欲しいそうです。22、ストレス解消法。サッカーは好きですが負けたりうまくいかなかった時はストレスがどうしても溜まるそうです。そんな時はサウナに入ってストレスを解消するそうです。23、マイブーム。金魚の餌やりに最近は待っているそうです。パクパク小さな口で餌を食べる瞬間を見るのが可愛くて仕方ないそうです。24、大石さやかさん。大石さんは先輩でとても尊敬しているそうです。小原さんと同じ大きな怪我を負った経験があり落ち込んでいる小原さんを明るく振る舞ってくれたそうですが悪ふざけも多かったそうです。25、小学生時代。気が強い小原さんは男子と常に言い合いの喧嘩をしていたそうです。小原さんは男子の中に一人混じってレギュラーとして県大会に出場し優勝までしたそうです。26、休日の過ごし方。休日はチームメイトや友達とショッピングに行き息抜きをしているそうです。楽しい人事はあっという間に終わるので休日は嬉しいようで嬉しくないそうです。27、料理を頑張る。セレブコンを目指し料理を頑張っているそうです。コツコツ料理を頑張っているうちに本気で楽しくなって料理を作るのが趣味になったそうです。28、ハッピーターン。小原さんの好きなお菓子はハッピーターンだそうです。最初は所属チームの番宣で行ってたそうですが食べていくうちにどんどんハマっていったそうです。パウダーは中毒性があり食べ出したら止まらなくなるそうですね。29、つまみ。お酒に合うつまみを探すのが好きなんだそうですが最近は料理が得意になっていることもあり自分で酒のつまみを作っているそうです。30、結婚にプレッシャー。同世代の方とかは結婚しているのでプレッシャーを感じているそうです。結婚に対してはサッカーをしている小原さんを好きになってくれる人がいたら結婚を考えるそうですよ。31、数字の3。小原さんとチームメイトの2人で数字の3を身体で表現する企画を考えたそうですが足の角度や曲線が意外と難しく NG 連発だったそうです。何とか3を作れたそうです。32、蕎麦の食べ方。小原さんは蕎麦が大好きで変わった食べ方をするそうです。1わさびと塩、2普通のつゆ、3つゆと蕎麦湯の順番で食べるのが2で激うまなんだそうです。33、顔も見たくない。小原さんは日本代表の川澄さんキラーと呼ばれていたそうです。川澄さんは小原さんとのマッチアップが苦手で1対1の局面ではことごとく完敗し顔も見たくないと言われていたそうです。34、佐々木希さん。小原さんは女子サッカー界では可愛いで有名な方です。芸能人の佐々木希さんがピッチにいると話題になりましたが本人は佐々木さんに失礼だから本当にやめてと訴えていたそうです。35、パワープレーが苦手。小原さんは身体が細いのでパワープレーが苦手なんだそうです。海外の大きい選手を相手にするときは怪我をするリスクがどうしてもあるので少しビビってしまうところがあるんだそうです。36、ヘディングが痛すぎて。幼少期の頃初めてヘディングをしたとき痛すぎて倒れ込んだそうです。サッカーの足技は好きだけどヘディングだけは未だに好きになれないそうです。37、ランニングが嫌い。走ることは速く好きですが練習のランニングは大嫌いだそうです。特に高校時代は笑いなしでひたすら走る練習ばかりだったのでサッカーが嫌いになりかけたそうです。38、手芸。最近ですが手芸が趣味になっているそうです。誰か良い人が見つかった時に手編みの服かマフラーを渡してあげたいそうですね。39、代表初招集。日本代表に選出された時まさか自分が選ばれると思っていなくてびっくりされたそうです。緊張しすぎて試合に出た時のことをほとんど覚えていないそうです。40、スポンサーに成果企業がアルビレックス新潟に在籍時はスポンサーにハッピーターンなどで有名な亀田製菓さんが
ついてくれていたそうですが、そのせいで甘いお菓子やつまみになるお菓子が大好きになってしまったそうです。40、実家より居心地がいい。10年以上所属したアルビレックスというチームは実家みたいな場所で実家よりも居心地は良かったそうです。41、日発横浜 FCC ガールズ。小原さんは約10年を過ごした新潟という土地を離れ、日発横浜 FCC ガールズへの移籍を決断されています。ただ最初は新潟がやっぱり良かったと思ったことが少しはあったようですね。42、萌え袖。可愛い顔にエレガントなプレースタイルと合わせて常に萌え袖と呼ばれる指先しか見えない長袖でのプレーも注目を集めました。43、ドライブ。小原さんはドライブが好きなんだそうです。特に10年以上住んでいた新潟の佐渡島は海が綺麗で、ドライブするだけで心が癒されるので景色を見に一人で何回も行ったそうです。44、寿司。佐渡島に弁慶と寿司屋丸石という回転寿司が絶品だそうです。初めて食べた時はあまりにも美味しすぎてうまーと絶叫してしまったそうです。45、ヤフー検索急上昇。ヤフー検索急上昇ランキングで2位になったことがありますね。代表の試合を見たファンが可愛すぎるとネットでの書き込みが殺到したそうです。46、グラタンクレープ。料理好きな小原さんはチームメイトとの料理企画で斬新なクレープの考案をされています。その名はグラタンクレープで、相当の自信作だったそうですが売り上げはいまいちだったみたいです。47、イケメン。男性で一番重要なのは顔なんです。男は顔が命だそうです。48、名前の由来。名前の由来は母親が好きだった人気漫画北斗の拳のユリアからだそうです。小原さんは北斗の拳を知らなかったのでアニメを見たそうですが、ユリアはそっちのけで週に夢中になったそうです。49、表情。小原さんは笑顔がとても似合う方ですが、試合中の引き締まった鋭い表情が好きなファンも多いようですね。何にしても可愛いということです。50、恐怖。高校時代は夜の寝付けが悪かったそうです。練習が厳しすぎて次の日が来るのが恐ろしすぎてなかなか眠れなかったそうです。いかがでしたか？今回は小原ゆりやさんの面白いエピソード50選をご紹介しました。本当にいろいろなエピソードがありましたね。これからの活躍も期待して注目していきたいです。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それではまた。